皆さんこんにちは。滝沢勝成でございます。初めてのギター弦交換はということで、今回はこちらアコースティックギターの弦交換を皆様と一緒に頑張ってチャレンジしてやっていこうかなと思っております。初めての方でも安心安全無事にアコースティックギターの弦交換できるように頑張って説明させていただきますので、どうか皆様の気合を入れて、うーっと <laughs> ついてきていただけたら幸いでございます。 初めてじゃなくてもね、2回、3回、4回、5回、まあ、数回、現交換したことがあるけれども、まだ不安なんだよなとか、このやり方で合ってるのかなみたいな感じに思ってる方も少なくないかと思うんですけども、まあ、そんな感じで初めての方とか、数回やったことがあるけれども、まだ不安がある方が対象の動画でございます。 できる限りノーカットで収録をして、で、随所随所でね、僕がこの辺気をつけましょう、こういう持ち方しましょうみたいな、そんな感じの細かい話もさせていただこうと思っておりますので、ぜひとも一緒に頑張ってついてきていただいて、私を信用してついてきていただけたら幸いでございます。ただね、見始める前に、チャレンジをする前に2つほど、ちょっと、 心構えをよろししくお願いします1つ目は何かと申しますと、まあ、そんなに難しくはないんだけどもそんなに簡単でもないっていう感じですそこそこ、ね、大変 <laughs> そこそこ大変ですなのであの、ね、気合を入れ,て入れてください頑張るぞ俺は今日わーみたいな感じで2つ目としてはです、ね、時間ですあの10分15分じゃ、ね、終わらないので初めての方だったらですねもう少なくとも1時間は見ておいてくださいませ なので、1時間以上の時間と、よし、やるぞという気合。<laughs> この2つをまず持っていただいてから、えー、進めていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。頑張りましょうイエーイできる、できるでは、もっと具体的に必要なものを3つほど紹介させていただきます。えー、まずは、1、バラン弦。まあ、弦を交換するので、これがないと始まらないと。6本セットのギター弦セット、えー、1つ用意してくださいませ。 で、この太さとかね、メーカーとか、まあ材質とか色々あるんですけども、まあこの辺はおいおい、あの、色々と作業しながら説明させていただこうと思っております。ちょっと雑談っぽくね、おしゃべりしようと思うのでよろしくお願いします。で、弦と、あとニッパー。弦を切らなきゃいけないのでニッパーも必須でございます。ラジオペンチとかでもいいですし、えー、切れれば何でもいいんですけども、まあハサミは刃がボロボロになるだけで切れないので、えー、NG でございます。ニッパー、もしくはラジオペンチ、用意してくださいませ。で、ストリングスワインダー。 このペグっていうパーツをね、くるくるするマッスインなんですけどもね、このマッスインがあるとないとでは全然スピードが変わってくるので、えー、ぜひこれも用意してくださいませ。楽器屋さんに行けば300円とか400円とかで売ってるような、えー、ものでございます。必ず用意してください。で、あったらいいなーってものはこちら、クロスです。まあ平たく言うと布なんですけども、あの、普通に拭くだけです。ホコリとか油とか、なんか汚れとか手垢とか拭くだけです。 なので別にん、この衣服とかのね、この古くなったやつをちぎって、それでもいいですし、まあティッシュとかでもいいですし、あんまタオルとかね、毛羽立つものだと結構毛がついちゃったりとかするので、まあできればそ不織布のものが良いかと思うんですけども、まあぶっちゃけ、まあ、拭ければ何でもいいです。そんな感じで拭くもの、用意してくださいませ。弦、ニッパー、ワインダー、そして拭くもの。これが弦交換に必要なものでございます。やっていきましょう。3つ工程があります。まず1つ目、弦を外す。これはね、簡単。 で、二つ目、弦を張る。ここがむっちゃむずい。ここむっちゃむずい。で、三つ目はチューニング。ここそこそこむずい。そんな感じでございます。頑張っていきましょう。では、まず、ステップワン。弦を外す。ここ全然簡単です。じゃあ、やっていきましょうか、えー。右手にストリングスワインダーを持ってくださいませ、えー。左利きの方は逆でいきましょう。右利きの方は右手にストリングスワインダーを持ってくださいませ。で、椅子とかに座ってギターをこんな感じでボンと立てましょう。 ギターが向こうを向いている状態でございます。こんな感じ。左手でネックを持って、右手でワインダーを持ちます。で、左手のこのネックら辺をこの支えてあげて、ワインダーでこのペグというパーツをくるくるしていきます。まず一番下の6弦ですね、一番太い方、このペグのところに、えー、押さえて、この奥に回していきましょうか。こんな感じで。ちょっとこうね、鳴らしてみて、音が高くなったら、ね、逆です。 緩む方向左手の指とかでベンベンって弾いてあげて緩んでいるかどうか確認しましょうでこれはでもぐーっとガーッとガーッと回していきますでどのぐらい回したらいいかっていうとこんな感じでもうベロべベロの状態もう手で取れる状態になるまで回せば OK ですでここまでいったらですねこの穴に弦が通っているだけなのでスポンと引っこ抜いてしまいましょうこんな感じパン これでで弦が完了でございます次の弦いきましょうでこのポイントとしてはですねそのストリングスワインダーをこ、ね、雑にこのガラ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 やってると結構ね,こねヘッドにねこの当たるんですよ。わかりますここ、ここ。ちょっとスミートフォンで撮ってみようかな。あ、どうぞあの回してくださいませ。くるくるしながらちょっと私の,この動画を見てくださいませ。いくよ。よーい、スタート。この弦を ペグを回すんですけども、このパーツがですね、このストリングスワインダーがここにこの当たるんですね。ここって。で、私結構横着だからね、ここに、ね、ちょっとね、この擦り傷みたいなのがあるんですけど、これそのストリングスワインダーのこのくるくる傷です、えー。皆様のギターはこうならないように気をつけてくださいませ。ペグの背が高いギターだったらね、別に当たらなかったりするんですけども、こんな感じで当たるギターもあるので、ここでこのね、あのヘッドを傷つけてしまわないように気をつけてくださいませ。はい。そんな感じです。では、どんどんいきましょう。 5弦を外すぜーん。で、ベロベロの状態になったら、ベロ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 、うーこんな感じです。4弦もいきましょう。ベロ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 ベ 別に順番は何でもいいんですけどね順番に3弦からいきましょうか3弦ベロ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 慣れてきたら椅子に座って弦交換してる方はですねこのね足でギターを挟むと手で押さえなくてもこのくるくるすることができます慣れてきたらですねこのくるくるしながら右手でくるくるしながら左手でこの弦をですねボボボボボと。 この解くことができるんで、こんな感じでやってみていただいても大丈夫です。で、三弦くらいからちょっとまあね、あのー、気をつけたいのが、あの適当に引っ張ってるとですね、たまにね、すげえ痛いです。やっぱ弦ってすっごい細い鉄なんで、あのー、適当に引っ張ったりとかしているとですね、ピンってこう指に刺さ,さったりとかしてですね、痛いえみたいな感じになったりするので、えー、慣れないときはですね、ちょっとおっかなびっくりな感じで相当やってあげたら嬉しいところでございます。 こんな感じで6本の弦が取れました。おめでとうございます。弦を外す、外す、できました。で、最後にですね、ここに、えー、このブリッジピンっていうパーツがあるんですけども、このブリッジピンを引っこ抜いて弦を、えー、引っこ抜いていきます。やってみましょうか。これはまあ別に膝の上とかでもいいんですけども、ちょっと僕今台に置きますね。膝,膝の上で大丈夫です。で、このピン。 はまってるだけなんで、あの、普通にこの引っこ抜けば取れます。で、引っこ抜くときに、手でやってもいいんだけども、手で、まあね、できればね、こんな感じで引っこ抜ければ引っこ抜けたらでいいんですけども、硬い場合も、多々あります。硬い場合は、このストリングスワインダーのこの先っぽの、このくぼみに、このブリッジピオに引っ掛けて引っこ抜いていくんですけれども、ちょっとね、ここに気をつけたいところがありまして、ちょっとまた拡大しますね。あ、もしあの、引っこ抜け、手で引っこ抜けたらどんどん引っこ抜いてくださいませ。どんどん引っこ抜いてください。 ちょっと拡大です,きますンこのブリッジピンこのストリングスワイ,ワインダーのこのへこみのところにこのはめて引っこ抜いていくんですけれどもこれね簡単に今引っこ抜けてるけどね硬い時に、ね、むちゃくちゃ硬いですで硬い時はてこの原理でこのぐっと引っ張っていくんだけれども、えー、結構細かい傷が気になる方はですねクロスを引くようにしてください。 こんな感じで、フルチピンにはめます。で、このテコの原理でこうグーッといくとすると、この辺の木のパーツにやっぱ負担かかっちゃうじゃないですか。別に壊れることはですね、ないんだけど、あの、傷がつくかもしれない。ので、丁寧にやりたいよという方はですね、まあ、クロスを、ここのテコの部分、負担がかかるところに、こんな感じで保護で置いておいてあげて、 こんな感じでやってあげると、えー、傷もつかなくて、なおかつブリッジピンも引き抜きやすくて、えー、いい感じでございます。こんなこともあるので、ちょっと覚えていただけたら嬉しく思います。はい。では、引っこ抜いていきましょう。引っこ抜けました。全部引っこ抜けました。で、ここからちょっとポイントです。まず右手でこの弦を全部まとめて持ちます。 で、ちょっと引っかかるときもあるんですけどね、このゴショ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 ってやってあげればですね、まあ大体そのまとめて抜けます。こんな感じで。で、このボールエンドがある方をあんまりこのね、ばらけさせないようにして、えー、弦をまとめていきます。まあこれもう使わない弦なのでこのまま捨てればいいんですけども、このままゴミ箱に行くと結構あの、ぴょんぴょん飛んだりとか、なんか刺さったり突き破ったりとかするので、えー、できるだけそうならないようにまとめます。右手で、 ボールエンド部分をこんな感じで持ちます。で、左手でこうならしていきましょう。こんな感じです。で、ここから、見てて。右手でくるっと一周して、奥にボールエンド、この丸いやつですね。ボールエンドを奥に持っていって、奥から手前に輪っかを通して結ぶ。奥に行って、で手前にボールエンドを通してくる。 奥から手前にくる。奥から手前にくるり。奥から手前にくる奥から手前にくるって。そんな感じでやってあげると、ちっちゃくコンパクトにまとまるし、あとばらけなかったりとかするんで、こんな感じですごく捨てやすくなります。こんなまとめ方もぜひ覚えておいてくださいませ。で、これは何ゴミになるのかわかんないですけども、まあ、ちょっと皆様がお住まいの <laughs>、自治体のあれにしたかった適切な処理方法で、 えー、捨ててくださいませ、えー。そんな感じです。で、これでステップ1の弦を外すが完了でございます。わーできたぜ。どうですか？ここまではまあ全然簡単ですよね。で外したらこういう。普段弦が張ってあって、邪魔で拭けないところにホコリが結構溜まったりとかするので、まあ、こういったものですね。あのー、クロスで拭いてあげましょう。別にあのー、何か？ 洗剤とか使わわなななきゃゃいいいけないわけじでこの時にですねギターによってはですねこのブリッジっていうこのパーツサドルだサドルっていうこの白いパーツこいつこいつがちょっと取れちゃう時もあるかもしれないので、えー、取れないように気をつけてくださいませ接着されてなくてはまってるだけなので、えー、なんかこのパってると、えー、抜けますでこの抜けちゃった時はですねこの上下の向きがあるので 上下をです、ね、あの絶対に間違えないように気をつけてくださいませ。間違えた向きで取り付けてしまうと、えー、音が鳴らなかったりとかする不具合が出る可能性があるので、ちょっと気をつけてくださいませ。で、この辺も拭いてあげたりとか、えー、あとヘッド側ですね、こういうところ。こういうところとかもその普段弦が張ってあるとなかなか手が入らないじゃないですか。なで、こういうところも拭いてあげると。 で、ここでお掃除が好きな方は、うん、まあ、しっかりとね、このボディ全体が、まぁ、あ、磨,磨かれるように <laughs>、磨いてあげてもいいと思いますし、まあ、市販されている洗剤とか、ポリッシュって言うんですけども、あの、洗剤ポリッシュ。ポリッシュを使って磨いてあげてもよいかと思います。こんな感じ。これでステップ1の弦を貼るが完成しました。やったねで、ここからステップ2の あ,あ弦を外すが終わって弦を張るに行くんですけどもこっからがね大変こっからが大変頑張っていきましょうまずパッケージを開けると僕が使っているこのエリクサーという弦の場合は1本ずつ小分け放送されています1つのパックの中に6本の弦がぐーっとまとめられているものもありますし まとめられてるけどもね、ボールエンドのところにその色分けが、えー、されていて、6弦は銀色あの金色とか、5弦は赤とか、えー、なんかこう4弦はなんと,かとか、緑とか、そんな感じで色分けされているものもあります。ので、えー、ちょっとどんな弦を使ってらっしゃるかわからないんですけども、この数字がね、大きい方が太い弦で、えー、6, 6弦で、一番数字が低い方が細い弦で、えー、1弦。なので、この、ね、順番をね、もう間違えないようにしましょう。 これたまに間違えるとすごい超悲惨なことになるので、えー、気をつけてくださいませ。まずは6弦の太い方47から行きましょうか。こんな感じでパッケージから出すとですね、この結ばった状態になっています。で結ばった状態で、まあ、適当にほどけばいいんだけれども、この先っぽのね、この細い鉄、ここの部分がさ、ピロピロしてさ、なんかこう手に当たったりとかすると結構地味に痛くてなんかイラッとするので、えー、そこ気をつけてくださいませ。 僕はね、基本的にこのボールエンド、こいつ、こいつをね、あの、ほどくようにして、えー、いつもこう、ほどいて、で、この痛いところ、痛いところを暴れないようにして、このね、取ってほどいています。で、このボールエンドを穴に刺し、で、ピンで止めます。<laughs> で、この時にちょっと一つ、またこのコツがありまして、この、 ブリッジピンって言うんですけど、このピン、よく見るとね、このね、溝があるんですよね、溝。この溝に弦がちゃんとこう沿うようにえ入れてくださいませ。これが沿ってないと、このブリッジピンがね、はまんないです。ちょっとわざとやるとするとこんな感じ。硬くてもはまんないんですよ。溝がはまってないから。でもそうじゃなくて、この溝をちゃんとこのね、弦にこう沿わせるようにして、はめてください。で、弦は、 最終的に貼る時にですねこっ,ちのこっちの方向に行くので、まあ、例えばですけども悪くやるとこういうはめ方とかしないでくださいこうすると逆ヤンケーって感じじゃないですかこっち側に貼るんじゃなくて弦はこっちに貼るのでこういう向きになるようにボールエンドを入れてブリッジピンをはめてくださいませ次行きましょう ちょっっと待って固定するための,なんかこのマイクスタンドとかがあるといいな。これだ。もうちょっとなんか見えやすくしてくれよみたいな感じになりますよね。これでどうでしょうか。もし全然続き、今6弦入りましたけど、も5弦、どんどんいける人はどんどんあのやってくださいませ。5弦、4弦、3弦、2弦と。どんどんやっててください。私はこのカメラの。 準備をいたしますこれできっとみんなが手元見えやすくなって最高最高だってなる予定ならなかったらどうしようなる予定なってほしいな見やすくて最高だってなってほしいなみんながなんか若干壊れたぞなんか空回りしてるぞ <laughs> でこれでスマートフォンをペット。やってよいしょ ああシリが立ち上がってしまったこのスマホあるあるよいしょビデオに切り替えよしいいんじゃないいいんじゃないいくぜポチッとな、えー、現状今こんな感じでございます続きもいきましょうか5弦このボールエンドをほどいて細い板巣のところを手で持ってあとはほどいてあげる で、ブリッジピンを持って、この穴に通して、サクッと押し込んであげる。で、これの繰り返しです。で、ギター弦に関してなんですけども、このパッケージにですね、数字が書いてあるじゃないですか。この数字の小さい方が、たいその、細さ太さの基準です。僕はむちゃくちゃ細い弦を張ってるので、小さい方はね、あの、10。 まあ、10っていう言い方をするんですけども、10っていうのを貼っております。これが10ではなく、11とか、12とか、13とかあるんですけども、基本的な太さは多分ね、11なんじゃないかなって感じがしますね。11の弦が普通。で、12とかはすごく太い。で、私みたいなこの10はかなり細いという感じでございます。 太いと何がいいかっていうと音が良くなります。音がね、すごい太くなるんだ。とっても。迫力あるし、低音あるし、とっても良い,い音がします。けど太いデメリットとしては、弾きにくいっていうこと。押さえづらいんですね。やっぱ弦が太いからさ、質量強いからさ、指でこうグッと押してあげないと、えー、音が出ねえぜみたいな感じになるので、つまりそのね、音の良さと弾きやすさの この兼ね合いというかバランスというかそういう感じなんですよねもうどっちを取るかみたいな、えー、そんな感じなんですまあおそらく皆様その初心者の方だとその、ね、あの難しいことせずにまあなんか普通にこの C とか G とかをねコード引きしていることだと思うので多分ねそういう方はねい1いちぐらいがいいです僕ちょっとねそのギターの弾き方がね特殊特殊というか、まあ、ちょっとこの細かいプレイをすごくするので太いとね弾けないんですよ なので僕は1・0を使っておりますが、えー、初心者の方に1・0はそんなにおすすめではないかなみたいな。できれば1・1とか使った方がいいです。ただこれが女性の方とか、もしくはそのお子様とかでその、ね、握力がちょっと苦手、握力がそんなに強くなくて、もっと楽にギターを押さえていなーと、えー、もっと楽にギター弾けないかなと思ったならば、1・1から1・0にチャレンジをしてみるというのも全然 OK でございます。はい。 こんな感じで今6本の弦が挟まりました。やったねできたーできたーうしいしかしここで1つポイントでございます。じゃじゃーんここ超大事。えっ、ー、とですね。今このギターが横たわってる状態があるじゃないですか。わかります、えー、このヘッドがあって、ネックがあって、ギターのボディがあって、サウンドホールがあって。 今このブリッジのところに、この黒いパーツのところに弦を張ってるんですけども、ここのところをちょっと拡大しますね。こんな感じ。で、こんな感じになっていって、この青い色が弦だと思ってください。弦がピーッと来て、このサドルあと、ブリッジなんですけどブリッジの中にこの入って、で、このブリッジピンで止められていると思います。で、ピーッとあって、ボールエンドがあると。先っぽの丸ですね。 このボールエンドの位置がですね、すげえ大事です。えー、悪いボールエンドの位置はですね、このブリッジピンの先よりも、パーっていっちゃってるこの、こんな感じで。この辺にあると、ノーグッドです。できればね、この根元、ここ。ここにあるといいんですよ。これなんでかっていうと、さっきもお伝えした通りお伝えした通り、そのブリッジピンってさ、ハマってるだけなんですよ。 だからちょっと引っこ抜けばですね、すぐにこうスポーンって抜けるんです。で、これ位置が悪くて、位置が悪い状態のままその弦を張って、で、そのチューニングしていこうとすると、ブリッジピンのここに、この溝を通って、ここにはまるときあるんですよ。で、こうなるとどういうことが起こるかっていうと、このボールエンドがブリッジピンを普通にこうね、あの、戻そうとしちゃって、そのままブリッジピンがね、スポーンって抜けるんです。なので、ここに、 来ないように、できればその根元にこのボールエンドが来るように、えー、調整をしてくださいませ。弦がペロペロペロって来たらここに来ると。溝を通ってこっち側に来ると。で、これどう確認したらいいかっていうと、すごくアナログです。とてつもなくアナログでございます。えー、触る。サウンドホールの中に手を突っ込んで、どう、ああ、落ちた。 落ちないように気をつけてくださいねって言った私が落ちた。こんな感じでこう手を突っ込んでちょっと触ってみると、でこう根元のところにね、まあ、このボールエンドが来ているなっていうことを確認してやってみてくださいませ。もしくはすご、ね、めちゃくちゃこう長くあのー。 弦の遊びが長すぎて、ボールエンドがですね、もうブリッジもはるか先、この辺にあるよとかを避けてください。そしたら弦をね、ぐっと引っ張って、ブブブブブブと、ボールエンドを根元の位置に持ってきてあげると。そんな感じにしてあげると良いなと思います。弦を引っ張って、ボールエンドを根元に持ってくる。これ結構大事です。えぜひやってみてくださいませ。で、ここまでできたら、その次は、弦を切ります。頑張ってください。頑張ってください。 え、ちょっと待って。なんかブリッジピン抜けたんだけど、なんでえ <laughs> ちょっと待って。ブリッジピンが抜けたんだけど、なんで <laughs> 君は抜けちゃダメだよ。お願いしますよ。<laughs> ここまで緩いでもなんかちょっとおかしいな。<laughs> こんなに緩くなくていいんだけどな。<laughs> また同じようにギターをこんな感じで立ててみましょう。で、えっ、ー、とですね、まあ弦が6本あるわけなんですけれども、まず太い方の3本を持ちましょうか。太い方の3本、こっち。 細い方の3本は、ちょっと、えい、えい、って感じです。で、ギターを自分の方に向けて、この太い方の3本を、このちょっと片手で取ってみてくださいませ。こんな感じで。で、巻きつけていくんですけども、巻きつける前に、ある程度の長さにカットします。そうした方が、あのー、まあ、単純に、 管理しやすいというか巻きやすくなるので、先に切っちゃった方がいいと思います。ちょっとここも動画でいきましょうか？よいしょ！はい。はい、で、どんな長さでカットしたらいいかって言うとそうやな。ちょっと一番太い方からいきましょうか。ごめんなさい。3本を持ってもらいましたけどね。1本ずつにしましょう。一番太いこいつ一番太いこいつから行きます。 一番太いこいつはここに巻きつけなきゃいけない弦なんですよこいつここでこの巻きつけなきゃいけないところから1.5個ぐらいここでカットしましょう小指と薬指人差し指と小指で持っていくよウィーカット OK その次5弦いきましょうここが6弦で次5弦はここなので1.5この辺 次4弦。ここなので、もう勘ですね。1.5。あの、おおよそで大丈夫です。おおよそで。で、次3弦。ここから1.5。この辺。で、この細い弦に関してはちょっと長めにします。1.5じゃなくて2。えー、1、2。あた、ここだ。 ここです。ここに巻きつける弦なのであ私持ちえたもしかしてあ大丈夫か <laughs> 間違えたとか言ってああ大丈夫か普通に説明しながら地味に間違えそうここに巻きつける弦なので12ここら辺ちょっと長めにで一番細い弦こいつですね こいつをここに巻きつけなきゃいけない弦なんで1、2、この辺でカットこんな感じですどうでしょうかそうするとある程度ギターが適切あ弦がその適切な長さになるので、えー、随分と巻きやすくなりますで、このカットしたらその次巻きつけていきましょうここがおそらくギター弦交換の一番難しいところ一番大変なところですやっていきましょう まずこのギターを自分側に向けた状態で右手でこの6弦を持ってくださいで6弦を持ったらこの穴に通していくんですけどもこの穴がですねまっすぐになるようにちょっと調整しましょうかこんな感じで悪い例だとこんな感じこれ横からじゃないですかそうじゃなくてまっすぐスクッていくようなところにまず持ってってください こんな感じで右手で今これ弦を持ってるんですけども左手でこの辺このネックの指板生この辺とかにこの握り拳を作って1個握り拳が1個入るかなくらいの遊びこれがビチビチにこうじゃなくて握り拳が1個入るかなくらいの長さで一回このね折り目をつけます。見てて 右手で持ちますで。握り拳を作ります。長さを測ります。で、この辺かなって思ったら見てて、右手でこっち側にクッと折り目をつけてください。こんな感じ。ちょっと足でこの、ね、ギターを安定させることが大事ですね。ぐぐぐぐっと。で、こんな感じで折り目を作ったら巻いていきましょう。えー、奥に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 。 巻いていてきますこんな感じ結構難しくないこの時点で。うー、ん、マジかよって感じじゃないで、さらにここでですね、またこのポイントがあります。ちょっとこの拡大の画面をよく見てくださいませ。行きますよ。この右手で、はい、今これ、巻きつけてる弦を持ってます。で、このピロピロがあるじゃないですか。このピロピロと巻きつけてるこの持ってる弦。持ってる弦とこのピロピロがこの交わるときにですね、1回目はまず、この、 持ってる弦がピロピロの上にいくようにします。こういうことですね。ピロピロの下にこう潜るんじゃなくて、こっち側じゃなくて、ピロピロの上にくるようにします。でもうちょっと巻いていると、このお尻のところが、この持ってる弦と交差するところがくるわけですよね。そしたら、ここですね、もうこれ以降はずっとこの持ってる弦がね、下にいくようにします。下に。 ピロピロに対しても、この下に潜るように。下に潜るように。で、どこまで巻いたらいいかっていうと、ある程度ですね、この遊びがなくなって、こんな感じで、音程感が出てくれば OK です。こんな感じで。次、語源いきましょう。語源。 右手で弦を持ってください。弦を持ったら、このペグがまっすぐ入るように穴を、位置を調整します。で、右手で持って握り拳1個入るかなくらいの遊びを持たせたら折ります。根元のところをクククククっと。で、ここを基準にして巻いていきます。このピロピロの、ピロピロとこうさせるときにまず持ってる弦が上に行く。 で、あとは奥に行くように巻きます。このピロピロが上に。で、このナットっていうパーツなんですけどもね、このナットの溝がこうなっちゃうのに、ちゃんとこう順番に。OK! 次、表現。まっすぐに。 右手で弦を持って拳で遊びを作ってで折り目をつけるぐぐっとなでここから巻いていきます今私の右手が持っている弦がまず一旦上にくるでそれ以降はずっと奥に潜り込むように巻きつけていくポイントとしてはですね右手のこの使い方かと思いますちょっと見てみて この中指と薬指とかでこうね引っ張ってるんですよグーッと引っ張ってで引っ張ってこの人差し指で逆に押さえつけるこっちは引っ張ってるんだけども右手の人差し指が押さえつけてるこういうふうにするとえこのね先っぽのこのコントロールがえーしやすいかと思います足で挟んでえ左手で引っ張って人差し指で押さえつけるで左手で巻いていく こんな感じです。でその次三弦からまた同じことをするんですけども三弦からはですね、えー、ちょっと2つ方法がありましてまず1つ目はその右手と左手の役割を逆にする。左手で弦を持ってで穴に通してで左手で持ってる時に右手で拳を作って、えー、折り目をつけてあげる。 でまた同じように回していくんですけどもこれ今逆向きになったんでこの回転する方向が逆になります。これちょっとお気をつけくださいませ。なので弦が常に内側から外側に。いくようにしたいんですよね。 分かります内側から外側にこういう感じでこういう感じで巻くようにしていきたいとでもしこれねあの慣れてきたらストリングスワインダー使ってくださいワインダー使った方が全然楽チンです、えー、この辺かなと位置の当たりをつけたらもうこのまま巻き取っていきますほら早いめっちゃ早い 最高。こんな感じです。めっちゃ楽ちん。すごい速いでしょ。全然スピード違うでしょ。こんな感じです。で、その次、1弦。これは最後ですね。1弦も同じように、ある程度長さを測ったら折り目をつけてあげて、巻き取っていきます。 で人によっては、このペグっていうこの糸巻きのパーツに、なんかこうね、3周しなきゃいけないとか、4周で巻きつけなきゃいけないとかっていうこだわりを持ってる方もいらっしゃるし、あのー、今これ、巻き方もですね、なんか本当はもっとね、いろいろとマーチン巻きとかギブソン巻きとか、ガキヤ巻きとかいろいろあるんですよ、種類が。 でもまあ、そのいろんな種類がある中で、まあ一番オーソドックスな巻き方をしております。もし興味があればですね、まあギブソン、ギブソン巻きとか、マーチン巻きとか、楽器屋巻きとかで調べてみていただいて、まあそれぞれメリットとか、え調べたりとかして、ちょっと興味があったらいろいろチャレンジをしてみてください。とりあえず今はすごくオーソドックスに、何の変哲もない普通の巻き方を <laughs> しております。こんな感じで、ステップ2、えー、弦の、張る弦を張る工程が終了いたしました。イエス どうですかあのすごいサクサクやってるけどめっちゃむずくないですかマジでみたいなおい待てよみたいな感じになりませんかそうなんですよここはねすげえ大変なんですで今ステップ2の弦を貼る動作が完了いたしましたでこの余分なところね、えー、ちょっとあのとかってて危ないんでまあちょっと切っちゃいましょうこの辺もちょっと取っとこうかな動画によいしょ スタートまあ、こういうやつですね。あまりこうピロピロすぎても、ね、刺さったりとかして危ないし、結構ソフトケース入れたりとかしているとです、ね、このソフトケースの内側に当たって意外と布がボロボロったりとかするので、えー、気をつけてください。でこれね、当然のことなんかそのくれぐれも貼ってある弦をらあの切らないようにしてくださいよ。そうするとバチコーンって大きな音がしてすごいびっくりすることになるので、えー、慎重に。 この余分なところを切ってくださいませ。ちょっと怖い人はですね。あの別にその余分なところを切らなくて、そのままでも全然大丈夫です。はい。では、これで基本的な現行感が完了いたしました。どうでしょうか？結構大変でしょ。<laughs> で、ここまでいたらですね。まあ、そのステップ3としてそのチューリングに行くわけなんですけども、もまあ、せっかくだからチューリングの話もしておこうかな。 ま、もし、あの、皆様、もっとこう、チューニングのこと細かく知りたいぜという方がいらっしゃったらですね、あの、チューニングの動画もありますので、そちらはま、ぜひ、あの、ご覧いただけたら幸いでございます。とりあえず、ま、ざっくりチューニングしてしまいますね。チューナーどこだチューナー。チューナーあったん。よいしょ。では。まず、チューニングは、ステップが2つあります。 電源を入れて、まあ、この数字というかアルファベットを見ていくわけなんですけども、さすがに見えないかな見えないかさすがに。まずこの6弦の音はですね、E というアルファベットなので、まず E が出てくるまでですね、このね、くるくるしていくわけですね。このアルファベットが E になるまで C、D、D、D シャープ。 E, OK、e が出てきたら次はこの真ん中のランプを点灯させます。OK。でその次は A。G。G シャープ。もうちょい。A。きた。で A の真ん中に合わせて。OK。次 D。 今これ皆さんに見せるためにすげえ変な体勢やってますけどもあの皆さん普通にやってくださいね CC シャープ D で真ん中に合わせると OK こんな感じでアルファベットをまず合わせて FF シャープ G A シャープ、B、OK D シャープ、E、OK。で、ここまでやったらですね、ちょっと軽く引っ張ってください。見てて、このギターを右手でこの弦を持って、軽く、クイッ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 クイ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 張ったばっかりの弦って、まだね、伸びきってなかったりとかするので、なんかたわみとか遊びとかでですね、どん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 その、 音がが変わっていくことが多々あります軽くグググッと引っ張ってあげるとチューニングが、ね、一気に変わるので、えー、ちょっともう一回一周してあげましょう。でまたクイクイと引っ張ってできればこれを、ね、3周4周くらい仕上げるといいですね。そうするとね一気に安定するようになってきます。 鳴らすとまた下がってる EAD ちょっと高いな OKG、OK、お腹空すいたなすごいお腹空すいたなあなんか今一気にお腹空すいてきたやべえお腹空すいたなってふと 思ったらなんかそうう一気にお腹が空いてきた。<laughs> うんこんな感じで弦交換ができました。イエーイ。<laughs> どうでしょうか、えー。こんな感じでまあ弦交換が完了でございます。 まあ僕,慣れ僕は慣れているからね、すごいこう簡単そうにスラスラスラさスれラているけどね、真似しようとするとね、俺ちょっと待てよという感じになるかと思います。結構ね、そのギターの持ち方とか弦の持ち方とか、なんかそのワインダーの回し方とかね、そ,のそれぞれにちょっとずつこのコツがありまして、ああ、なんかうまくできないなと思ったらですね、動画をよく見て、えー、しっかりこの一時停止とか巻き戻しをしたりとかして、僕と同じ体の使い方とかをしていただくと、 としたときにですね、あっ、これはすげえ、分かった気がするみたいなときやってきたりとかするので、えー、もし今回、初回がちょっとうまくいかなかったなーっていうふうになったとしても、えー、2回目以降もですね、えー、ぜひちょっと一緒にやってみてくださいませ。まあ、1回目、2回目はちょっとね、あの時間かかったとしても、3回目くらいからですね、一気にスピードが上がってくると思いますので、えー、ぜひともそんな感じで、また原稿歌も練習の一つとして、えー、頑張ってやっていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。 それではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。まあ、原稿化に関しても、現行化に関すること以外でも、何か皆様の方でご意見、ご感想、リクエスト、質問、その他もろもろありましたら、まあ、お気軽にチャットの方に残していただけたら幸いでございます。内容によっては、その内、あの、質問とかあの、リクエストとかいただいた内容に沿って、まあ、動画を作ることもあったりとかするので、ぜひ皆様の期待のなご意見を、えー、よろしくお願いいたします。そんな感じでしょうか。えー、あとは、また、頑張って。 チャレンジをして,みてくだというわけで今日は初めてのギターの弦交換ということで、えー、いろいろと説明させていただきましたけどもいかがだったでしょうか長い動画になりましたけども何分くらいだろうあ42分そうです、ね、結構まあそこそこ <laughs> 丁寧にやってもやっぱ42分くらいはかかりますよね、えーまあ、そんな感じの動画でございましたけども、はい、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたなんか抜けそう <laughs> それでは最後に一つお知らせになりますが、私、滝沢勝成、神奈川県相模原というところで、歌い人カフェという店舗でギターレッスンなどをさせていただいております。もしね、皆様の方で、滝沢さんに一回ギター習ってみてえな、みたいな風に思っていただきましたら、ぜひ概要欄の方からレッスンの問い合わせしてみてくださいませ。相模原遠くていけるよ。神奈川県全然遠いよという方も、スカイプを使ったオンラインレッスンとかもやって,みやっておりますので、まあね、よければ。 こういうメンテナンスのことでもいいですし、技術的なことでもいいですし、もう私が知っていることでしたら何でもお答えするよみたいな感じのマンツーマンレッスンやってますので、もしよければご検討いただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。それでは、これで終わりにさせていただきましょう。今日はギターの原稿画動画でございました。お疲れ様でございます。また違う動画でお会びいたしましょう。さよならグッバイ。じゃあね。お疲れ様でした。頑張りました。えらい。<laughs> これからも頑張りましょう。じゃあね。